欧米製の範囲には数字やアルファベットが振ってある。アメリカマージャンはアメリカ合衆国で遊ばれているマージャンである。英語ではマージャン、ミリアンペアアワージョングなど様々に綴られ、またマイと略されることもある。アメリカ合衆国にマージャンがもたらされた最古の記録は1893年のシカゴ万国博覧会において、 当時イギリスの中朝鮮講師で中国のカードゲームの収集家として有名なウィリアム・ヘンリー・ウィルキンソンがマージャンを展示したことに始まる。この時はマージャンという名は知られておらず中国式ドミノの一種のジョン・ファットとして紹介されている。あくまで展示に過ぎずマージャンが実際に遊ばれたわけではない。ウィルキンソンの1895年の論文では マージャンの語が出現するが、これは現在のマージャンとは別のゲームを指すようである。1920年以降にマージャンはアメリカ合衆国へ輸入された。当時のマージャンパイは主に牛骨で作られ、アメリカから牛の頸骨を輸出し、中国で加工して輸入した。高価なものであったが、1920年代にマージャンはアメリカで大流行した。 1924年には、エディ・カンターラが、シンスマイズ・プレイング・ミリアンペア・ワージョンを歌い、同年のブロードウェイミュージカル、スイート・リトル・デビルでも、マージャン・ブルースという曲が歌われている。スタンダード・オイルの社員として、中国で働いていたジョゼフ・バブコックは、1920年に、英語のマージャン・ルールブックを作り、輸入マージャンセットに添付した。この本に記されたルールは役などが、 単純化されていた。バブコックは、ハイフン付きで、G が2つある、MAH ジョングを、商標登録した。ただし、必ずしも、アメリカ合衆国で、バブコックのルールが広く使われたわけではなく、バブコック以外の人の書いた本では、中国のルールとほぼ同じルールになっていた。1924年に、バブコックら数人によって公式ルールが出版された。 このルールは基本的に当時の中国ルールと同一だったが七イ一や緑、一式などの役を含んでいた。また、安上がり、対策として一半縛りと一式縛りのオプションが設けられていた。1930年代になると麻雀の流行に陰りが差した。その一方、ルールに様々な変更が加えられた。 安上がり、対策として純子は数を制限するか、または禁止した。さらに、花パンやジョーカーを加えたり、高い役を作りやすくするための手配交換のルールを加えるなどの工夫が行われた。1937年に、全米麻雀連盟が成立し、公式ルールを発表した。NMJL ルールの特徴は、役が毎年変わることで、そのため競技者は、 NMJL が発行するルールブックを毎年購入する必要がある。NMJL のルールは他のマージャンとは非常に大きく異なっている。NMJL は毎年クルーズ船の中で1週間にわたるマージャントーナメントを開催している。米軍ではこれとは別なルールが知られる。こちらは花パイやジョーカーを使用しないがチャールストンは含まれている。 また多くの特殊な役がある。アメリカのマージャンの特徴として、競技者の多くがユダヤ人であること、主に女性によって競技されることが挙げられる。アメリカのマージャンのセット以下の説明は、NMJL ルールに従い、サンドバーグを元にしている。アメリカのマージャンは、トンズ、作詞、1万個、風パイ、三元牌に加えて、8枚の花パイと8枚の ジョーカーを加えた152枚を使用する。三元灰は、紅中を、レッドドラゴン、緑髪を、グリーンドラゴン、白板を、ホワイトドラゴンと呼ぶ。白板には四角い模様が描かれていることが多い。トンズ、作詞、1万個の3つの種類を、スートと呼ぶ。三元灰は、紅中が1万個、緑髪が作詞、白板が、トンズのスートに属する。風イ。 花パイ、ジョーカーは、どのスートにも属さない。スートは、役を作るときに重要になる。中国麻雀と異なり、花パイを一枚だけ晒すことはない。花パイも他の灰と同じように扱われる。通常、パイの他に、ドミノと同様のラックを用いる。ラックは壁を作るためにも使われる。ラック上部は袋のために使われる。通常、展望は使われない。 パイの上には通常インデックスが書かれており、数パイには1から9の数字、風パイには NEWS、三元イには RG0 と書かれる。花パイは赤と緑の2色に分かれ、それぞれ1から4までの数字が書かれるが、NMJL のルールでは、花パイの色や数字に意味はない。メンツには同一杯の1枚2枚組3枚組4枚組5枚組 6枚組がある。したがって、上がりの方は、伝統的な4メンツ1弱頭の形をしていない。また、純子は存在しない。ジョーカーは3枚組以上でのみ使える。一つのメンツにジョーカーを何枚使ってもよく、ジョーカーだけのメンツも認められる。他人が捨てたパイを使えるのは3枚組以上の時、のみである。捨てられたジョーカーを他人が使うことはできない。 アメリカのマージャンでは、親と子の点数計算上の区別がなく、レンチャンもないため、誰が最初の東家になるかは適当に決めてよい。各人は壁パイとして19枚を2段に重ねる。アズマヤが2個のサイコロを振って、開門位置を決める。手配の枚数は、日本のマージャンと同じ13枚である。手配を得た後、手配交換を行う。各人が、 同時に、以下の3段階で行われる。手配のうち、不要な3枚を右隣に渡し、左隣から3枚を得る。手配のうち、不要な3枚を対面に渡し、対面から3枚を得る。手配のうち、不要な3枚を左隣に渡し、右隣から3枚を得る。最後の段階で、手配のうちに他人に渡したいパイが3枚に満たない場合は、 受け取ったパイをそのまま渡すことも可能である。この時は受け取ったパイをめくってみてはならない。チャールストンは2回行う。2回目は誰かがやりたくないといえば省略されるが、普通は省略されない。2回目のチャールストンは1回目とは逆の手順を踏んで行われる。チャールストン終了後、さらに合意があれば、対面と手配を交換することができる。以降は、 日本のマージャンとほぼ同様に進行する。上がる時には、ミリアンペアアワージョングという、大牌は存在せず、すべての牌を使用する。暗感を晒すことはないし、加工もない。ドラや、霊場パイも存在しない。ジョーカーを含むメンツが晒されている時に、晒されているジョーカー以外の牌と同じパイが手配中に、ある場合、そのパイを晒してあるジョーカーと交換することができる。 交換することによっては了した場合は、つもとみなされる。役がなければ上がることはできないが、役は毎年変わり、また、NMJL が著作権を持っているため、ここに一覧を示すことはできない。ルールブックに、ニュースと書いてある場合は、北、東、西、南を一枚ずつ含むことを意味する。2015とある場合は、同じ数との2.15及び白板を一枚ずつ。 揃える必要がある。GGGG とあれば、緑発の4枚組が必要である。役は青、赤、緑の3色で記してあり、例えば青一式で記されている場合は、一つの数とのみを使わなければならない。門前のみの役のものと、泣いて良い役がある。役の最低点数は十五点である。論の場合、報従したものは、点数の二倍を、それ以外の二人は、 点数だけを払う。つもの場合、3人とも点数の2倍を払う。3枚以上の組をすべてジョーカーなしに作った場合は、点数が2倍になる。ありがとうございます。